今度は仲間割れか。嘘をつくなら口裏ぐらい合わせとけ。違います、私はちゃんと聞いたんですって。さあもう終わりだ、さっさとそいつをぶっ壊しちまえよ。ダメです、絶対に壊しちゃダメです。勘弁しろー。おい、なんでだよ、なんで壊してくれねえんだよ。だってこれを壊したら子供たちが死ぬかもしれないって。そんなのハッタリだ、さっきからそう言ってんだろうが。けど万が一でも可能性があるならできないよ。だってあれをかぶせられてる子供たちは洗脳されただけなんだよ。みんな自分の意思であんなことをしたわけじゃないんだよ。何が洗脳だ、そんなもん知るか。え、今さらそんな言い訳が通用するかよ。ガキどもが死のうが自業自得だ。連中はそれだけのことをしてきたんだ、当然の報いじゃねえか。あんた本気で言ってんの？復讐で我を忘れてるんじゃないの？そうなっても仕方ねえだろう。俺たちはそれだけの仕打ちを受けてきたんだ。いくら復讐しても復讐したりねえだけの仕打ちをな。もう一度よく聞いてみろ、ガキどもに全てを奪われた俺らの叫びよ。全てを奪われた。けどお前はそんな俺らに立ち上がれって言ってくれたよな。あの言葉があったから俺らはこうして戦ってるんじゃねえか。味方をするなら最後までやれ。中途半端な味方なら最初からするんじゃねえよ。お前は俺らにとっての希望なんだよ。頼むから俺らの気持ちを裏切らないでくれ。そのコントローラーを壊してこの悪夢を終わらせてくれよなあ。待ちなさいよ、あんたの企みには乗らないわよ。企み？あんたよ、私はあんたに言ってるのよ。ん？モナカに？ようやくわかったわ、あんたが言ってた戦争の意味が。あんた東亜シティと未来機関の戦争を起こそうとしてるんでしょ。なんだって？
本当に子供たちが爆発するようなことになって、それを未来機関が知ったらどうなると思う？まず間違いなく生き残った大人たちの仕業だと疑われるでしょうね。その上、東亜グループがモノクマの製造やあの事件に深く関わっていたって知ったら、おそらく未来機関は東亜シティの大人たちを絶望の残党とみなすはずよ。そうなったら未来機関は目の色を変えてこの街を制圧しようとするでしょうね。それがあんたの筋書きなんじゃないの？ううん、違うよ。だって東亜シティと未来機関の戦争だけじゃ終わらないもん。え？東亜シティの大人たちを絶望の残党だと見るのは未来機関の人たちだけじゃないよ。世界中のあっちこっちに散らばっている絶望の残党の人たちもじゃないかな。その勢力は東亜シティと未来機関の戦争を知ってきっとこの街に集まってくるだろうね。そして純子お姉ちゃんの起こした絶望がもう一度この街を起点にして始まるんだよ。そこまでやればさ、もう二代目江ノ島純子を名乗ってもいいよね。そんなこと本気で考えてるの？ち、心配すんな。どうせ張ってるんだ。大体もし本当だったとしても、お前が未来機関に説明すれば収まる話だろ。お前が未来機関の人間ならそれくらいはできるはずだぞ。それはどうかな。この町があの事件の片棒を担いだ過去がある以上、いくら説得したって無駄じゃないかな。そもそも町中に子供の死体が転がってる時点でもう完全にアウトだよ。きっと福尾さんの説得どころか人質の件さえお構いなしになっちゃうんじゃない？子供の被害者ってね、それくらい強烈なんだよ。ほら、モナカが最初に言ったでしょ、かわいそうな子供は最強だってさ。それがあんたの目的だったのね。子供の被害者を作り出すためにあえて大人たちに復讐させようとしてるのね。子供のいない大人を選んで生き残らせたのもその復讐をやりやすくするためだったのね。だって子供のいない大人の方が遠慮なく子供たちに復讐してくれそうでしょ。ま、待てよ。じゃあ俺らはお前に選別されて生き残らされてたってのか。全ては大人に復讐させるため。あんたが小丸を利用したのもそのためなんでしょう。からのサポートがあったとはいえ、お姉ちゃんの活躍は本当に見事だったよ。か弱い少女が絶望を乗り越えて成長していく姿は希望そのものだったね。やがて町を救おうと思えるまでに成長したあなたは秘密基地にいる大人たちの希望になった。でもね、希望なんてそんなにいいものじゃないんだよ。希望は時に他人を傷つける敵意にもなる。ちょうど今みたいよね。そんな大切な人の解体ショーを生中継された人間に希望を与えたらどうなると思った？明るく前向きに頑張ってくれると思った？そんなわけないじゃん。その人は絶対に復讐に生きる魔物に進化しちゃうんだよ。ほら、聞いてみなよ。殺せ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 殺
もそのコントローラーを壊さないせいじゃん。きっとあの人たちは子供の頭が爆発しようがもう気にもしないだろうね。むしろ歓声を上げて喜ぶんじゃないかな。あの人たちは正真正銘本物の魔物になったみたいだからね。でもこれって全部姉ちゃんのせいなの？私の。お姉ちゃんが大人の希望を煽ったりするからあの人たちはあんな魔物になっちゃったんだよ。だから全部全部全部大義小丸さんのせいなんだよ。何言ってるのよ。小丸のせいじゃない、あんたのせいよ。待て、やっぱりそいつの言ってることはおかしいぞ。いやだってよ、今の話が本当ならそいつはすぐにでもコントローラーを壊したいはずだ。それならとっとと自分で壊せばよかったじゃねえか。そうすりゃ念願の戦争なんだろ。ううん、それじゃあダメだよ。そんなの二代目江ノ島純子にふさわしくないもん。立った。モナカが立った。そんなこと言ってる場合じゃないわよ。街どころか世界って本当にどうしてこんなことになってんのよ。それで結局小丸さんはどうするの？どうやってこれを終わらせるの？子供の命を奪って大人から祝福される？それとも子供の命は助けてあげる？それだと子供の大人への虐殺は続いちゃうけどね。どちらを殺してどちらを生かすか、これはそういう選択肢なんだよ。両方を助けることなんてできないよ。どちらかは確実に死ぬんだよ。あなたが選んで殺すんだよ。小丸として選べる最後の選択肢だよ。ちゃんと正しい方を選んでね。そのコントローラーを壊すよ。モナカにはわかるんだ。え？これからお姉ちゃんがコントローラーを壊すでしょ。で、子供の頭が吹っ飛ぶでしょ。そして戦争が始まって新しい絶望の象徴にふさわしい二代目が華々しく誕生するんだよ。何よそれ、適当なこと言わないで。大体あんたが二代目なんて私は絶対に認めませんよ。あんたなんか純子お姉ちゃんの二代目なんて器じゃありません。ねえことこちゃん、いつモナカが二代目になる？对美二代目是苗木啦，耶！
え？だって世界を絶望に染め上げたいっていうのが純子お姉ちゃんの口癖なんだよ。だったらモナカよりも苗木誠の妹が2代目になった方が絶望的でしょ。だからね、子供たちを大量殺戮するのはお姉ちゃん自身じゃないとダメなんだよ。な、何言ってんの。心配しないで、難しくないから。お姉ちゃんはただコントローラーを壊すだけだから。そしたらその瞬間をちゃんと録画されて未来期間に映像が送られる手はずになってるんだ。モナカのビデオメッセージをおまけにね。苗木小丸さんが二代目江ノ島純子を襲名するって前もってモナカが宣言しておいたのだ。な、何それ。なんで私がそんな。だからそいつの口車に乗るなって。コントローラーを壊されないようにしてるだけなんだ。ぷぷぷぷ、お兄ちゃんさっきから同じこと言ってるよ。大人って進歩も進化もしないよね。こんなクソガキが。もういい。そのコントローラーを俺に渡せ。俺の手でぶっ壊してやる。だからそんなことしたら子供たちが死んじゃうって。だったら俺らはどうすりゃいいんだ。この虐殺はどうすりゃ止まる。殺された連中の無念はどうなる。俺らは誰に復讐すりゃいいんだ。に巻き込まないでよ。困る。関係ないじゃない。そうですよ、殺す必要はありません。お姉さんがそんな復讐に手を貸す理由はないんです。必要ない、理由ない、関係ない。それがコントローラーを壊したがってるお兄ちゃんと渋ってる小丸さんの差だよね。もちろんそんなの分かってるよ。だからモナカからちゃんと頼んでおいたよ。小丸さんの復讐のために協力してって、お母さんとお父さんにね。こっちに来てモナカと一緒に地獄の蓋を開けようよ。ほらお母さんもお父さんもさ。すぐにクライマックスが始まるよ。あなたたちの子供が二代目江ノ島純子として孵化するクライマックスがね。啊，苗木的爸妈。那，何？私の復讐って。ねえ、おしっこは済ませた？モナカに浴びせる呪いの言葉は用意した？復讐に狂って破壊衝動を抑えられずに自暴自棄になる心の準備もできたかな？見せちゃるぞ。
かしたい。そんなもの見せられなくてもあんたらの悪趣味はとっくに分かってるわよ。有人坏掉了，有人坏掉了，有人坏掉了。この鬼を呼んで、まだ大人を殺した自慢か？どこまで狂ってやがんだ。困る？ぷぷぷぷぷ。きっと最後の力で床にメッセージを書いたんだけど、力尽きて倒れた時にスカートの下敷きになって。小困与小陈呐、啊，苗木困跟苗木陈呐、啊。その時に床の文字がスカートに移っちゃったんだろうね。自分の子供の名前を残すなんてけなげだね。素敵な親で羨ましいよ。いいなぁ、家族愛か。もうなんかそういうのとは無縁だったからな。你是要埋多少伏笔啦？名前とかを書く